アルサンホビー動画チャンネルです。5月25日土曜日、発売のバンダイの新製品のご案内をさせていただきます。機動戦士ガンダムシードフリーダム の、 劇場の、に登場します、マイティストライクフリーダムガンダムのご紹介になります。こちらの方はキラの方が、最終決戦の時に使用しましたストライクフリーダムガンダム、錦の方に、途中まで使ってたんですが、相手のブラックスコードナイト、カルラとの決戦中にですね、いろいろこう大破機体を損傷したりとかしていったんですけれども、最後にラクスが乗ってきましたこのプラウドディフェンダーと、合体することによってこう形状をこう変えましたこのモデルがこの、マイティストライクフリーダムガンダムになっております。こちらの方にはまた新たな装備としましてこう実験としての普通の御霊の方も装備されておりますので、そちらの方もこう装備が可能のプラモデルキットとなっております。まずこちらの機動戦士ガンダムフリーダムシリーズに登場しますモビルスーツのプラモデルシリーズはですね、こうシールドアクション、というシールドアクションシステムというこう装備をしておりまして、こう首や胴体さらに腕などが非常にこう大きくこう動いたりスイングする機能が、備わっておりまして、俗に言うシードのこう決めポーズですね、そちらの方がすごくこう自然に取りやすいようにこう本体内構造を考えて作られておりますので、ただ組み立てただけでもなく作った後にそういったポージングをつけて楽しむことができるまずこのプラスチックモデルになっております。さらにこのマイティストライクフリーダムガンダムは両足の股関節の接続軸が個別で上下にスイングする稼働する機能がついておりますので、つま先を伸ばし揃えるポージングが可能になっておりますので、こう登場シーンですね、特にストライクフリーダムガンダムがこう合体してマイティストライクフリーダムガンダムになって登場したシーンですね、そちらの方がこちらの、稼働により再現できるようになっております。こちらのキットに付属します実験の、普通の御霊の刃はこう2種類の表面仕上げにより質感の違いを再現しております。こちらの方は要は刃の部分と峰の部分ですね、そちらのところをこう色分けしていることによってちゃんとこう、本当の日本刀のようなこうカラーリングをこうその表現で再現しております。さらには手首を上下に可動する軸を追加しておりますので幅広い表情付けが可能になっております。要は両手の方でこう刀をこう持ってこの、こう振り抜くようなこうポージングの方もこちらの、可動のことでできるようになっております。そしてこちらの方に付くバックパックとしてありますプラウドディフェンダーの方は取り外して、単体の、ディスプレイも可能になっております。さらにウィング部分は、個別で広範囲に展開します。さらに白のウィングは8箇所が、スライド稼働し展開状態を再現できるようになっております。さらに発光表現にはサンディメタリックシールを採用しておりますので、こう翼を広げてこの武装の方を展開した状態ですね、そちらの方がこの、サンディメタリックシールによってこう綺麗にこう再現できるようになっております。映画のシーンでですね、驚きのパーツの一つとしてありましたこの、額のところでキャノン砲ですね、障害物がありながらもうその後ろの、敵をこう撃破するぐらい強力な兵器でしたけど、こちらの方はこう開放状態をパーツの差し替えで再現可能になっておりますので、
額が開いてる状態と開いてない状態の部品が入ってます。で、腰部の、レールガンは展開し、一斉射撃状態を、再現できるようになっております。やはりこうストライクフリーダムや、の方の、モビルスーツはこの、状態が、再現できることが一番こう、劇中を見てる人でもこう活躍シーンによく出てきますので、嬉しいこう表現の一つになっております。フレーム のゴールド部分には金属光沢感をアップさせた素材であるリアルメタルグロスインジェクションを採用しておりますので、ストライクフリーダムガンダム のこうフレームの部分はこうゴールドになっておりますので、そちらの方をきらびやかにこう再現できるようになっております。さらにこのキットの付属品としては実験の普通の御霊、ビームライフルは 2本、こちらの方もこう以前のストライクフリーダム用と同じにこう接続することができます。あとビームサーベルが2本、あとサーベル連結状態用グリップが1つ、とビームシールドが1つで、ヘッドパーツが1つ、ハンドパーツが1式、サンディメタリックシールが1つで、シールが、1つ入っておりまして、5月25日土曜日発売の価格が税込み2970円です。境界線機、極光の、早期より、北米同盟軍の、最新量産機の、72分の1ハイグレードアーロンライノが登場になります。こちらのモデルはこう短編のアニメの方で放送しておりました境界線機の極光の早期に登場しました、こう北米同盟が使用しますこう量産型のこう最新モデルになっております。以前プラモデルの方でこちらの、グレイティ専用機というのも出ておりますけれども、こちらとはまたちょっとこう、装備が異なる量産機の方をぜひお楽しみください。まずこの、境界線機シリーズですけれども、たくさんの、オプションパーツが、こう発売されておりまして、こちらのキットの方も拡張性を重視しておるためにカスタマイズ用の 3mm 系の接続穴を各所にこう配置しております。ですので今まで出ておりました別売りのこのウェポンシリーズを組み合わせてこうオリジナルのアレンジなどもこうできるようになっております。この境界線機シリーズは購入することによってさらにお客様の想像やあと世界観をこう膨らめていくことができるこうプラモデルキットとなっております。さらにこちらのキットには装備品としてナイフやアサルトライフル、チェーンガンなどの、多彩な武装も搭載しておりますので、そちらも合わせて楽しむことができます。あと脇の下にもナイフをこうマウントすることが可能になっておりまして、あと頭部などは差し替えパーツで戦闘モードと索敵モードが再現可能になっています。また別売りの、ストークキャリアを組み合わせて輸送状態なども再現ができますので、ぜひこちらの、キットをお持ちの方はそういった輸送状態も再現させて遊んでみてください。でキットの方には付属品としてナイフ、アサルトライフル、差し替えパーツ、あとハンドパーツが1式、あとジョイントパーツが1式、シールが2種類入っておりまして、5月25日土曜日発売の価格が税込み、2750円です。13ミニッツミッションズシリーズよりこう新製品が発売になります。こちらのモデルはガルトドバの、グリーンが登場します。こちらは13ミニッツミッションズカラバリグランプリの、投票上位アイテムとなっておりまして、以前にはこちらの、ブラウンモデルが出ておりますけれども、こちらのモデルの方はグリーンのモデルになっております。ですので
その先日出ておりますブラウンの方と組み合わせることによっていろいろなまたカラーリングの違う装甲の組み合わせで楽しむことができるキットになっています。で、こちらのプラモデルはまず胸部装甲と長い可動式アームが特徴的な機体となっております。大型クローは組み替えすることによって長さの、調整が可能になっています。さらに腰部の、可動式腰部には可動式のフロントアーマーを採用しておりますので、足を動かしたときにこちらのアーマーも一緒に動きますから、足の干渉も少なくなります。とにかく脚部の可動範囲も広いものですから、大きなポージングをとって楽しむことができるプラモデルになっています。でこちらの、機体には武装としてサブマシンガンが付属しております。さらに量産機同士の合体機構を搭載しております。別売りのレベルノバと合体すれば重装甲機体を組み合わせてさらに大型の機体が、作れるようになっております。こういった他のマシンと合体させたり、先ほどのこの色違いのモデルとまた合わせることによって形や色なども、様々な楽しみが増えるプラモデルキットになっております。さらには今までたくさんのオプション部品が別売りとして発売されておりますから、そちらと組み合わせることによってさらに想像が広がり、いろいろなカスタムアップが可能となっております。でこちらのキットの方には付属品としてサブマシンガンが1つ付いております。で5月25日土曜日発売の、価格が税込み1518円です。13ミニッツミッションズよりまた新たなアイテムが登場になります。こちらの方はカラバリグランプリで投票上位のアイテムとして出ました。レベルノバのブラウンが登場します。こちらも以前にこのグリーンバージョンが発売になっておりますけれども、お客様の要望により高いカラーリングの要望のブラウンが登場しますので、こちらグリーンのバージョンとまた、装甲パーツなどを入れ替えることによってさらなるカラバリが楽しめる、商品となっております。こちらは重装甲をの機体を支える、大ボリュームの脚部が特徴的になっております。腰部のフロントアーマーを、採用しておりまして、こちらの方は可動式になっております。ですので足を動かした時にそちらのアーマーが干渉しないで足が大きく動かせるのも特徴の一つになっております。で武装の方は高出力のライフルが付属しておりまして、この大きな、ライフルを構えることによってさらにこちらの機体のこの大きさや迫力が伝わってくると思います。でこちらの楽しみの一つとしまして、量産機同士の合体機構を搭載しております。同時に発売になります別売りのガルトノバと合体すれば重装甲機体を組み合わせてさらに大型機を作ることもできます。さらにまた以前に出ておりましたグリーンバージョンなどの、装甲パーツを組み合わせることによってこの、合体機構プラスさらなるカラーバリエーションが楽しめる機体の一つになっております。さらには別売りの、様々な13ミニッツミッションズシリーズのオプションパーツも使用することができますので、さらなるカスタマイズも可能となっております。付属品としては高出力ライフルが一つついておりまして、発売日が5月25日土曜日の、税別1518円になります。こちらは、オプションパーツセットガンプラ01エールストライカーになります。こちらのモデルは今まで出ておりましたガンプラに対応します、
こうパーツユニットとして始まりました、シリーズになっておりまして、第1弾としてこの機動戦士ガンダムシードシリーズでこう一番こう印象的になりますエールストライカーを完全新規造形でオプションパーツ化いたしました、別売りの EG グレード144分の1ストライクガンダムなどに、組み合わせてエールストライクガンダムを再現が可能になります。その他のハイグレードアイテムにも、対応しておりますので、こちらのモデルを、そのまま使うのではなく、さらなるガンプラの改造パーツとして使用することができます。こちらのキットの方にはこうできるだけこういろいろなガンプラに対応できるように1軸と2軸のジョイントパーツが付属しています。ガンプラによっては背中の差し込み口が1つの穴のタイプと2つの穴のタイプがありますので、そちらの方に両方こう対応できるようにこうパーツの方が、付属しています。でこちらのキットの方にはこのエールストライカーだけではなく、バズーカーやグランドスラムなどの、豊富な武装も付属しております。バズーカーはシードのテレビシーンの時にこう水中戦で使った時に使用したりした武器になっておりますし、グランドスラムの方はパーフェクトグレードのストライクガンダムがこう発売になった時にですね、オリジナル装備として入ったものをこの144分の1サイズで再現しておりますので、こちらの写真のようにこう使っていただくことができます。でこのエールストライカーには各部 3mm ジョイントや C タイプジョイントにより各部の稼働をこう実現しております。さらにはこのエールストライカーの組み替えによりプラモデルオリジナル装備としても装着が可能になっております。組み合わせはいろいろこう楽しめますので、ぜひこういろいろ想像を働かせてチャレンジしてみてください。さらには今後出ますオプションパーツセットガンプラ02ランチャーストライク&ソードストライカーと組み合わせることでパーフェクトストライクガンダムが再現可能になっております。でこちらの方に使いますエネルギーパックもこのエールストライカーの方のパーツユニットとして入っておりますので、ぜひそちらの方も楽しんでみてください。で付属品としてはエールストライカーが1式で、ビームサーベルが2つ、エネルギーパックが1つ、ジョイントパーツが1式で、グランドスラムが、1つで、バズーカーが1つ、90mm 対空散弾銃が1つついておりまして、5月25日、発売の、価格が税込み、1210円になります。以上がバンダイの、新製品になりますので、まだまだちょっと発売には日にちがありますが、ぜひこう楽しみにしてお待ちになってみてください。このようなバンダイの新商品のご案内が来ましたら、またご案内させていただきますので、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。